マドリアセンシオがやっぱメンタル的にね、そこ仕掛けないんだと横パスしちゃうんだとか、やっぱり本当、説明書必要な選手ですよね。ノリでやって、マドリーで活躍してくださいっていうのがうまくいけるタイプじゃないっていう。だから、腕ゴールに近いと思うんですよね。だから、ひょっとしたらまあ、邪火めちゃくちゃいいけど、ジャカの後のところにアセンシオ入って、 インサイドハーフ2枚どっちも元マドリーみたいになる可能性全然あるなと思いますね。いや、選手はほんと、ね、いい選手だけど、マドリーだとね、生き残るほどの、ね、まあ、メンタルのところっすよね。ウィングに使われてあの消極的なプレーとか見ちゃうとね。あのパワーと、あの、フィジカルというか、スピードとか、ね、体力テストでも1番が2番なんでしょ、ね。クロップも狙ってたぐらいですからね。で、あの、左足ありますから、 ほんと、ジャカの後釜的ポジションで、うん、そこポジション争いしながら右ウィングとかトップ下とか、ウーデゴールの位置やってもらうみたいな。2列目ね、全部一応できるっちゃできますからね。先住士やってから自信がなくなったかなって感じだ。でもともとね、そんなめちゃくちゃ仕掛けるってタイプじゃないんですけど、それでもね、そこ前にスペースあって運ばないとね、運んで全然いいし、後ろのオーバーラップだってあるだろうしってとこでベンゼマに預けてね、スピード止まるみたいなシーンとかね。メンタルを支えるね、こう何すればいいっていう思考をクリアにするもの。 何でもやっていいよ。君の才能を見せつけてよっていうのがあんまり上手じゃないというか、うん。それを勝つのは国ここら選手な感じがしますけどねあれ。アーセナとかミランとかがってくる。アーセナとかミランとかがってる。アーセンショね。の適材適所がインサイドハーフトップしたウィング全部やれるから、そこの監督がど,どう考えるかだよね。アルテタとかだったらどう使うんだろうね。で僕がサイドに置くよりもインサイドハーフとかトップしたとか、とかなんかこう、 ね、左足に限定されないようなところに置いてほしいんですよね。左足を使わせないようにすればいけるみたいなところじゃなくて、中央でね、僕はゼロトップとかで見たいんですけどね、あのクラシコとかもね、ベンゼも使えないんだったらアセンションのゼロトップ見たかったしね、共有力とも高いしね、キックがあるから、ゼロトップから降りていって、前向きで受けたところからのミドルシュートとか見たいですけどね。 あ